はい、皆さんこんにちは。ランウィズグーグルのセッションスタートします。皆さん、システム的には音声は聞こえていらっしゃいますでしょうか。何かシステム的にですね、音声が聞こえていなかったり、画面が見にくかったりというふうなことございましたら、遠慮なく質問の項目にですね、挙げていただければなというふうに思います。では早速セッション、入らせていただきたいと思います。私、今日の講師を務めさせていただきます、Google の伊藤と申します。私、普段ですね、プロダクトスペシャリストというふうな肩書きで、営業の部門とですね、開発の部門のちょうど間に立って、新しい広告の商品ですとか、そういったものが出てきたときにですね、営業の、人間とともに、お客様、広告代理店の方々にですね、ご提供していくと、ご提案していくというふうな立場で、働いています。で、アドバンスエディター、それから自動化ルールといったですね、こういったちょっと運用系のですね、ツールといったものも私の方で担当させていただきますので、今日はそちらの方をご紹介をさせていただきたいと思います。はい。ということで、今日のセッションのタイトルがですね、効率的で柔軟なアドワーズ運用ということで、アドワーズエディターと自動化ルールの積極活用というふうなタイトルで、進めさせていただきたいと思います。このタイトルに込めたですね、気持ちといいますか、思いというふうな部分がですね、特に大規模なアドワーズの運用をご担当されているような代理店の方、それから実際広告主の方いらっしゃると思うんですね。で、運用の規模が特に大きくなっていけばなっていくほど、いろんなツールをやはり使いこなして、柔軟に効率的にやっていくってことがやらないとですね、アドワーズという、製品自体が運用がある種永遠につきまとう商品でもありますんで、極力なんていうんですかね、効率化できるところはどんどん効率化をしていくというふうなところっていうのは、ぜひ、やっていっていただいてですね、楽をするっていうふうなわけではないんですけれども、注力すべきところに自分の労力を注力できるように、効率化できるところは効率化していくということをぜひ、積極的にやっていただければということで、このタイトルを付けさせていただきました。で、本日のセッションの内容です。で、もうメインとして、何度も今申し上げてますけども、メインとして、ご紹介をさせていただく機能ツールっていうのがこの2つです。アドワーズエディターと、それから自動化ルールになります。で、もしかすると、弊社のですね、インサイダーアドワーズブログっていうのをご覧になっている方、もし見られた方いらっしゃるかもしれないですけれども、最後にちょっとそこでもブログの方でもですね、ご紹介させていただいているアドワーズスクリプトという新しい、機能がですね、紹介を、ブログの方でもしてますので、こちらも似たような機能の一つになりますのでですね、ご紹介をしていきたいなというふうに、思います。で、ちょっと本題に入る前にですね、今、効率化効率的にっていうふうな、効率的に運用しましょうということを何度も申し上げて、いるんですけれども、運用をできるだけ効率化するというふうな観点で考えたときにですね、アドワーズの機能って結構たくさんいろいろ、あるんですね。で、ただ大きく分けて、2つの機能群というのがあるかと思います。で、ちょっとそれを先に本題に入る前に整理をさせていただければなというふうに思っております。で、1つがですね、これシステムが持つ最適化アルゴリズムを最大限に活用する自動最適化機能というふうな言い方をしているんですけれども、もう1つが、独自の運用ルールを踏まえて効率化する運用効率化機能というふうに、書かせていただいております。これ、1つ目、上の部分ですね、自動最適化機能というのは、システムが結構運用、配信をですね、広告の配信を、最適化していくような、機能としてのアルゴリズムを持ってます。で、そういったものを、ある種積極的に活用をして、システムをとにかく最大限に活用するというふうなスタンスで、広告の効果を最大化させるというふうな観点でいうと、代表的な例でいうとコンバージョンオプティマイザーといった機能ですとか、拡張 CPC といった機能、それから広告のローテーションの設定でですね、CTR が最適化、コンバージョンが最適化といった、そういうふうな配信の、機能がございます。
で、こういったものを、使えばですね、基本的にシステムが持っているそのデータ、システムが集められるデータの中を、積極的に活用して、とにかく広告が最大限の効果が発揮するように、出していくというふうなのは、機能として、いっぱいあります。これも、ある種の自動化の機能なんですね。で、対してもう一つ、今日メインのお話にさせていただくところというのが、下の部分にあります、独自の運用ルールを踏まえて効率化する、運用効率化機能と。で、これは上の3点、自動最適化機能に比べるとですね、どちらかというともう少し人間の、頭、知恵が前面に立っているといいますか、皆さんが運用される中でですね、うちのアカウントは、こういうふうな運用の仕方をした方が、これ最も多分うまくいく、効果が出やすいなみたいなところをですね、経験的に学習されているところって結構あると思うんですね。で、ある種こうルーティン的に、毎日チェックする項目であるとか、それから毎週末はビットを上げるとか、広告を差し替えた方が効果が高いねとか、いったものっていうのを経験的に学ばれているところって結構あるかと思います。で、そういったものを、今度はその仕組み化してですね、システム化して実装することで、その決まったルール、学び取られた、その学習されたルールに基づいて、業務を代わりにシステムがやりますというふうな類の機能になります。これ両面ともこの自動最適化機能にしてもですね、運用効率化機能にしても、こう両方やっぱり積極的に活用するということは、一つ大事なところかなというふうには思います。で、今日はその上の方ですね、コンバージョンオプティマイザーだといったところは特にご説明しませんが、こちらもですね、ぜひともいろんな形でちょっと情報を集めていただいてですね、使えるところには積極的に使っていただければというふうに思っております。はい、では、これから早速本題に入っていきたいと思います。で、本題の1つ目ですね、アドワーズエディターです。で、すでに今ご参加いただいているような方々、ちょっとリストの方ですね、さっくりと拝見させていただいているんですけども、結構代理店さんの方、たくさんご参加いただいてきてありがとうございます。で、おそらく代理店さんの方ですとですね、もう馴染みのあるツールだよというふうな方も、多分にいらっしゃるかなというふうに思いますので、あんまり細かく深くはご紹介せずに、ある程度サクッとご紹介していきたいなというふうに思います。で、アドワーズエディターですね、アドワーズエディターで運用パワーアップというふうな書き方をしておるんですけれども、この、URL google.com/intljadwordsEditor というふうなサイトからダウンロードして、お使いいただけます。で、サポートしているプラットフォームとしては Windows と Mac とありまして、現在の最新バージョンが 9.7.1 というふうなバージョンになっております。で、アプリケーションですので、スタンドアローンのアプリケーションですので、オフラインで、編集をして、AdWords の中のですね、いろんなキャンペーンの設定だとか、広告グループの設定をオフラインで編集ができると。で、かつ、その一括で、バルク編集といいますか、そういった編集が可能になっています。で、また変更の内容といったものをですね、バックアップファイルに取るということもできますし、CSV や Excel ファイルでエクスポートインポートといったこともできるようになっています。通常の AdWords の画面ですと、管理画面ですね、ウェブ上の画面になりますけれども、このウェブ上の画面と、このアドワーズでうまくこう使い分けることで、バルク編集になるところは、このアドワーズエディターで使っていただくというのが、多分おそらく日々の運用の中でですね、代理店さんなんかはかなりお使いいただけているんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、では、少しアドワーズエディターの画面をご紹介をしていきたいと思います。で、設定は非常に簡単です。AdWords データで管理したい、その AdWords のアカウントですね、ログイン、メールアドレスとパスワードというのを入力をして、アカウントの追加をクリックして、そうすると AdWords データにですね、このアカウントの情報が設定をされていきます。すみません、これ画面が今ご覧になっているのがですね、ちょっと英語版のスクリーンショットになっているかと思うんですけども、お使いいただいている方はご存知だと思うんですが、普通にこれインストールしていただくとですね、日本語の画面出ます。ちょっと日本語の画面をですね、ちょっと用意するのが若干ちょっと困難がありましたので、恐縮ですが、英語の画面で、ご説明させてください。基本的に機能は全く変わりませんので、
日本語のものとなんとなくこうイメージとして差し替えて、ご覧になっていただければなというふうに思います。で、次にそのキャンペーンの作成変更というふうなところに入るんですけれども、アドアデータ その特に、ご活用されて便利なところというのがですね、既存のキャンペーンの設定とか広告グループの設定というものをもう簡単にですね、いわゆるコピーペースト、要はコピペですね、コピペで複製をするということが、簡単にできますというのが、ある種最大の最強 の機能じゃないかなというふうに思っています。なので、本当にこう新規でキャンペーンを作成されるというふうな場合にはですね、もしかするとこういろんな機能もどんどんAdWordsの管理画面で増えていきますので、一旦は管理画面に入って、新規の場合はですね、本当に新規のキャンペーンを作成する場合は、管理画面から作成した方がもしかするといいかもしれないんですけども、例えば新規で管理画面で作成をして、ないしはすでに典型的な例でいうと PC 向けの作成されているキャンペーンをですね、例えばモバイル向けにターゲットデバイスを変えて、もしくは地域を設定を変えて、複製をするといったことがよくあるパターンかと思うんですけども、そういった場合にこのいわゆる、キャンペーンのですね、コピーとそれから、ペーストといったことで、コピーとペーストを繰り返せばキャンペーンをですね、複製をして、作成することが可能になります。で、キャンペーンの設定の変更もですね、このAdWords の画面の中で、できます。で、キャンペーン名の変更、赤線が引いてあるところが今キャンペーン名の変更してあったり、それから開始日付、地域ターゲティングの変更のところに赤い印が例として付けられているかと思うんですけれども、基本的にはこれAdWords の管理画面のですね、キャンペーン設定の画面と全く同じものが、こういった編集エリアということで、表示をされます。で、地域ターゲティングの設定もですね、こういった形で地域名が出てきて、それによって編集をさせるということが可能になっております。はい。で、次にですね、広告グループですね。これもコピーペーストする例で、ご紹介をしていきたいと思います。今ですね、ここでの例ではビーチボール、これ夏用のですね、海で、使う、もしくはプールで使う、いろんなこう、なんですかね、夏の海水浴グッズのお店というふうに、ちょっと想像していただければなと思うんですけれども、ビーチボールを売っているキャンペーン、広告グループがありましたと。で、これをコピーペーストして、ビーチタオルを売る、広告グループを作っていこうと思います。で、コピーペーストしました。で、そうすると、キーワードにしてもですね、広告のテキストにしても、ビーチボールって書いてあったものをビーチタオルに差し替えるってことをやらなきゃいけないかと思うんですね。で、キーワードがもうたくさん設定されていればいるほど、その設定の変更、キーワードの変更っていうのは、管理画面で言うと結構大変な作業になるんじゃないかなと思います。で、こちらもですね、いわゆる、これテキストエディターでいうとこの検索と置換ですね。この機能を使って、ビーチタオルのところをですね、ビーチボールですね、ごめんなさい、ビーチボールのテキストのところをビーチタオルに差し替えるといったことができるようになります。で、同様に広告のテキストもですね、これもビーチボールをビーチタオルに、置換をするということが、可能になっています。はい。で、もちろん先ほどちょっと冒頭では新規の時は管理画面から作成した方がいいんじゃないでしょうかというふうなのを少し申し上げましたけれども、新規でもちろんAdWords エディターから作ることも可能になっています。こういった編集のパネルがあってですね、そこで広告グループに入札単価、いわゆる普通に設定する項目基本的には全部入ってます。で、設定をすることが、できます。で、キーワードの設定もこの中で、できます。で、バルクツールというふうなところの特徴でもあるんですが、キーワードをですね、別途そのテキストファイルなどでリストをもう先に作っておいて、それをコピーペーストして一気に、キーワードをドンと投入するといったこともできるようになっています。
で、この画面のところですね、複数の変更というふうなボタンありますんで、こちらを押して、複数のキーワードを追加、更新というふうなボタンを押していっていただくとですね、ちょうどこれ今画面の真ん中に出てるかと思うんですけども、キーワードを入れていくようなテキストエリアが出てきますんで、ここに、キーワードのリストをですね、コピーペーストしていただくということで、ドンとキーワードを投入することができます。これ結構な数のキーワードを入れることはできます。私も数万のキーワードをですね、これアドアデータで入れたことはあります。で、結構な時間は確かにかかるんですけども、3、40分かかったりはするんですが、それでも実際にキーワードちゃんと入りますんで、イニシャルのですね、例えばアカウント一気にこう立ち上げるだとか、新しいお客様のアカウントを一気にこうローンチするといった場合には、大量のキーワードの投入という観点では、もうこのアドアゼットある種必須のツールになるんじゃないかなというふうに思います。で、キーワードのマッチタイプの変更といったものも機能としてはできるようになってますので、こちらも合わせてご利用いただければと。で、また、アダーズアカウントの中のですね、統計情報も見ることができますし、一度最初にシンクロナイズした時のデータだけじゃなくてですね、随時最新情報をダウンロードすると、更新するといった機能もありはしますので、こちらで、ダウンロードして、現在の状況というのを統計情報を見てですね、で、入札を変えるといったことができるようになります。なので、日々の作業ですね、最適化の作業、特に入札を更新するといったふうな作業に関しても、こちらで積極的にご利用いただくことができるようになっています。で、ダウンロードする期間を指定をして、例えば昨日ですとか、ラスト30日とかですね、もしくは期間指定をしてダウンロードしていただいて、で、あとは、その情報に基づいて、例えば入札金額を変えるというふうなことですね。で、入札金額を変え終わったら、今度は、このアカウント、ダウンロードしたアカウントをですね、の情報ですね、設定情報を、シンクロナイズ、同期ですね、をすることで、アドバーズのサーバーの方にアップロードすると。で、これで変更が完了するというふうな仕組みになっております。で、ここまでちょっとアドバーズエイターの画面の動きをですね、ちょっと簡単にご紹介をしました。で、ちょっと冒頭にも少しお話をしたんですけれども、アドアゼイターのその仕様と、どういった流れでリリースしてるのということを少しお話ししたいと思います。で、現在の最新バージョン、これ9.7.1ですね。で、システム要件、実際動作環境としては Windows と MacOS といったものが対象になっています。で、大体の傾向なんですけれども、これ新しいバージョンがですね、大体ほぼ四半期ごとで、当社の四半期っていうのが、いわゆるカレンダーの四半期と全く一緒、1月、3月、1、3月期、4、6月期、7、9月期、10、12月期というふうなのになってますんで、そのタイミングの四半期との中でですね、大体真ん中の月の最後の、下旬とか月末ぐらいっていうのが大体のリリースデートに、なってくることが多いんですけれども、四半期ごとに1回、だいたい新しいリリースが、出てきます。なので、予定であれば、この今月ですね、今月末か、もしくは7月の頭かといったところで、新しいバージョン、おそらく次のバージョン9.8.1、9.8か9.8.1っていうふうなバージョンになるかと思うんですけども、次のリリースが出てくることになります。で、アドワーズエディターで、例えば新しい機能、アドワーズの新しい機能がだいたい出たときですね、これがアドアゼータで対応してますかっていったことを、特に代理店さんの方からご質問いただくこと結構多いです。で、ですね、大体の流れで言いますと、アドアゼの新機能が出ましたと言ってから、やはりこれ、ワンリリース、もしくはツーリリース、つまり、最大3ヶ月ないしは半年間ぐらいですね、若干その機能の対応によっては、時間を要すケースがあります。で、と言いますのは、これ、アドワーズエディターというのが、スタンドアローンのアプリケーションで動いているというふうなこと。なので、皆さんにこう再ダウンロードして、再インストールしていただかなきゃいけないですね。で、基本的にやはり、アドワーズのサーバーの方の仕組みが、とにかく先に変わって、アドワーズの新機能というのが出てきます。
出てきたものを、ある種、見守ってといいますか、ちゃんと出たねということを確認をした上で、その上で、アドアゼイターに、どの機能をですね、実際インプリをしていくか、作っていくかというふうなところを、それからこうある種プライオリティ付けして、作っていってるというふうなところもやっぱありはするんですね。なので当然ベータの期間が少し長めに設定しているようなアドワーズの新機能というのがありますので、そうしますと開発のチームもだいぶ準備ができてですね、ほぼほぼ同時に出てくるなんてことも結構ありはするんですけれども、状況によってはその3ヶ月から半年は、かかりうる可能性があるというふうに、なんとなくですけれどもとご理解をしていただければなというふうに思います。なので日々のものはアドワーズデータです、サポートするにせよ、若干その新機能に当たるようなところに関してはですね、管理画面で、触るということが、やっぱあるなというふうなことを、なんとなくですけどもご理解をいただけると、幸いかなというふうに思っております。はい、ここまでアドワーズエディターについてですね、ご紹介をしていきました。で次に、自動化ルール、についてご紹介をしていきます。自動化ルールですね、アドワーズの管理画面に入られて、いろいろ触られている方なんかはもう自動化ルールというボタンが自動化というボタンがですね、結構目立つところにあるので、ご覧になったことある方いらっしゃるかと思います。でただ実際どのくらいお使いになっていただけているかというのはですね、私もいろんな代理店さん、広告主さんとお話しする中では、意外と使っていただいている方というのがあんまりこう多くはなくてですね、どうしてもこうオートメーション化するとどうなるかわからないみたいなところの ある種の怖さっていうのはあるかもしれないんですが、これはうまく使うとかなり省力化になりますので、もう日々の定型の運用みたいなところはですね、ある程度任せるところはもうこういった機能に、思い切って任せてしまって、もうよりそのなんでしょうね、人間しかできないところ、分析であるとか、それからその次の手を打ち手を考えるだとか、そういったところに人間の時間をですね、避けるように、仕事の仕方をですね、ちょっと変えていくというのも一つの、新しいやり方になるかもしれないなというふうに思ったりはしております。はい、で、ちょっと 前置きが長くなりましたけれども、自動化ルールのこう何ができるのといったところをご紹介をします。簡単だけど手間のかかるありがちな定型的な作業を自動的に実行させることが、できますということで、分かりやすいところで言えばですね、広告、それから予算、入札単価、こういったものをですね、ある時間になったら、オンにする、もしくは一時停止にする、もしくは入札単価予算で言えばある時間になったら、あるタイミングになったら、何パーセント上げる、もしくは何パーセント下げるといったことができるようになります。でそのあるタイミングというのが、毎日、毎週、特定の曜日、それから毎月といった設定ができますので、例えばゴールデンウィーク中だけとか、もしくは毎週末だけとか、そういったことをですね、設定をすることができるようになっております。で、少し具体例でですね、ご紹介をしていきたいと思います。自動化ルールができることというふうに書かせていただいています。で、スケジュール設定というのがやっぱり大きいところではあります。で、広告のスケジュール設定で言えば、宣伝イベントに合わせて表示する広告を切り替えると、あるイベントが行われているときだけ表示する広告のクリエイティブをですね、自動的に切り替える。これ昼間とかね、であれば人間が対応することできるかと思うんですけれども、これ例えば夜中に始まるとかですね、夜中0時からキャンペーンがスタートとかっていった場合には、これやっぱ担当者の方が夜中まで待機するっていうのもこうね、できる仕事じゃないんで、こういった時には積極的に活用いただければなというふうに、思います。で、例えば他にはですね、週末にのみ表示する広告を切り替える。で、これ週末だけ、例えば送料無料キャンペーン、週末だけやってますよとかですね、そういったものが、もしくはその週末だけやっぱ送料無料を訴求した方が、もしくはこの週末の間に届きますとかですね、そういったものを訴求した方がやっぱ効果が高いねといった実績があればですね、ここで広告を切り替えるといったことができます。
で、それから宣伝イベントに合わせて実行するキャンペーンに切り替える。これも似たようなことですね。キャンペーンを切り替えるということもできます。で、入札の単価の変更を、スケジュール化するといったことができますと。で、コンバージョン単価に基づいて、入札単価を自動的に調整する。で、もしくは目標とする平均掲載順位になるよう入札単価を調整する。これは具体的に言うと、平均掲載順位が例えば4位より下になったら、入札単価を例えば10%、20%上げる。その代わり、2位以上になる必要はないので、例えば2位になったら、入札単価また20%下げるとかですね、そういったことができるようになります。で、最初のページに広告が表示されるように入札単価を引き上げる。これはファーストページビットに自動的に設定するといったことが、普通にできるようになりますと。とこですね。あとは、入札単価の設定をスケジュール化すると、ある時間帯だけ上げるといったこともできます。それからですね、掲載結果の良くない広告やキーワードを一時停止すると。で、これもコンバージョン単価が一定以上の金額にいっているようなキーワードはもう自動的に一時停止するとか、もしくはクリック率が低い広告っていうのも止めてしまって、広告クリック率の高い広告。これクリック率が高い、低い広告を一時停止するっていうのは、やるようによって広告ローテーションですね、冒頭で、お話した広告ローテーションの機能を使ってでも、できるかと思うんで、そういったものと、両用併用しながら使うこともできるかなというふうに思います。で、また予算の調整ですね。これも予算の設定、決まった予備だけ予算を引き上げるですとか、1ヶ月の中で一定の予算に達したキャンペーン、これを一時停止する。1日の中で一定クリック数に達したらキャンペーンも止めるとってこともできるようになってます。では、実際にですね、画面で、どのように設定するかというのをご紹介をします。3点、ご紹介をします。1つ目がですね、広告の切り替えです。毎週末のみ、送料無料と書かれた広告を、送球します。これは言ってみれば送料無料と書かれている広告を週末の間だけオンにしますと。で、週末が終わるとオフにしますと。一時停止しますというふうなこと。これはオンにする設定とオフにする設定、これ2つ設定をペアで設定することになります。で、もう1つはある時間帯に、入札単価を引き上げると。これは毎日、6時から10時の間だけ、入札単価を25%引き上げると。で、これよくある例ですよね。夜中の、帰り道の帰宅への道の中でモバイルで買い物する方いらっしゃいますよねって結構多いですよねと。で、その間だけ入札参加あげましょうねっていうのが、よくあるストーリーかと思うんですけども、こういったものも自動で、できるようになっています。で、こちらもですね、6時になったら25%上げるということと、それから10時になったら、入札単価を元の金額に戻すというこの2つの設定をペアで設定することになります。で、最後に3つ目としてですね、決まった曜日、火曜日と水曜日だけ、予算を50%引き上げると。この3つの例をご紹介をしていきます。自動化ルール、どこから設定しますかと言いますとですね、このちょうど中ほど、画面の中ほどにですね、ちょうどこれグラフのすぐ下ですね、自動化というボタンがあります。で、こちらをクリックしていただくと、今これキャンペーンのルールを作成というようなところ出てます。その下の方にはキーワードのルールを作成、広告のルールを作成、広告グループのルールを作成というふうに出ています。で、これタブがですね、今キャンペーンのところにいるので、キャンペーンのルールを作成が一番上の方に来てますけれども、キーワードのタブから自動化のボタンを押すとですね、キーワードのルールが作成がこれ上の方に、出たりします。若干このメニューの中身変わりますけれども、基本的にはこのとにかく自動化のボタンを押していただいて、ルールの作成を、押していただくというふうなことになります。で、これ一つ目ですね。一つ目の例です。毎週末だけ広告を切り替えるというパターンです。送料無料と書かれた広告、これ先にあらかじめ作っておきます。で、ただその一時停止にしておいて、基本的にはオフの状態になっていますと。で、これをオンにするというふうな処理としてですね、毎週土曜日、午前1時になりましたら、広告テキストに送料無料と含まれている広告
を、オンにするというふうな、そういったこれルールになっています。もうこれ、この2箇所ですね、設定いただいて、これを保存していただくと、これだけで、ルールが設定をされます。で、土曜日になって広告を、送料無料の広告をですね、オンにしたので、今度は週末終わりますと、それを元に戻さなきゃいけません。で、今度は日曜日の夕方11時ですね、こちらになると、広告テキストに、これ、次を含む、送料無料というテキストが含まれている広告を、オフにするというふうな処理を、ルールとして設定をします。もうこれだけで、この毎週末だけ自動的に広告を切り替えるといったものが、もう完全に、設定が完了します。次ですね、毎日、6時から、夜の11時、10時まで、入札単価を上げるといったパターンです。で、これもですね、入札単価を引き上げる25%ということですね。で、毎日18時に時間を設定をします。もうこれだけです。で、ビットをこれ、入札単価上げましたんで、次は10時になると入札単価を下げないといけません。元に戻さないといけません。で、こちらもですね、入札単価を下げるという設定、それから毎日22時ですね、10時、夜10時に戻しますよというふうな設定をいたします。で、ここでちょっとご注意いただきたいのがですね、これ上げるときは25%上げました。で、下げるときですね、これ同じように25%下げるとやると、実はちょっと単価が下がりすぎます。で、これ要するに今の現在の入札単価に対して何パーセント変化させるかというふうな視点になりますので、上げる場合はもともと低かったものに、25%増しで、増やすと。で、増えた後に今度戻すときっていうのは同じように25%減らしちゃうと、こうガクッと減っちゃうんですね。なんで、引き下げ率の計算でもう簡単な計算式があります。この括弧 100×X 割るの、100プラス X といったこの計算式でですね、計算しますと、25%上げた場合に戻すときは20%戻すというふうな計算式になります。最後の例がですね、毎週火曜、水曜にだけ予算を上げるといったものです。で、これは予算50%を上げますというふうな例です。これも火曜日の夜中の1時になったら上げますと。で、と同時に、今度は水曜日になると、水曜日になると、33%、33.3%に引き下げというふうな形になります。水曜日の11時ですね、下げるように、しています。すみません。今はですね、ちょっとご質問を、いただきました。で、随時ご質問をですね、どんどん投げていただいて結構です。で、最後にですね、Q&A の時間を設けておりますので、その時間で、お答えをしていきたいと思います。質問はですね、随時どんどん出していただいて、出しておいていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ではちょっと説明だけ先に進ませていただきます。自動化ルール活用の注意点ということで、注意というとですね、これ大丈夫かなみたいな感じにちょっと思われるかもしれないんですけれども、ポイントを押さえるところだけ押さえて、積極的に活用しましょうというのが、ベースのメッセージになりますので、その点はどうぞご留意というか、ご理解いただければと思います。で、ポイントとして押さえた方がいいねというふうなポイントをですね、この5点、挙げさせていただいております。で、1つ目が、まずはその、十分なデータに基づいて判断するというふうに書いてます。こういった、いわゆる標準的な業務ルールに、してしまおうというふうに、考える、ような場合は、これは普通に当たり前にやっていることだと思うんですけれども、例えばこの週末だけなんか、このパターンになったから同じようにもう全部設定してしまえみたいなことは、大体ないですよね。で、今週末もこうだった、来週もそうだった、その次の週も同じようなパターンだったとなると、これは完全にパターン化できるねと、週末だけ同じようなパターンでいけるねというふうなことっていうのを、こうある程度こう見据えて、
標準的なルールにできるねといったものが見えれば、ぜひこれを自動化ルールに設定をしていきましょうというふうなことです。これいつまでも見えないってなっちゃうとですね、これは永遠にこういった自動化ルールみたいなものを機能が全く使えないことになってしまいますので、ある種その業務の標準化というふうな意味では、どこまでだったら標準化できるかなとか、どこまでだったら共通化できるかなといったものは、ある種うまく見据える、当然0100の世界では10ゼロの世界ではないと思いますので、例えば3ぐらいまでは標準化するとかですね、そういったものを積極的にある種標準化するということはすごく大事なことかなというふうに思います。ただそれを見出すためにはある程度、状況を見据えて判断することが必要かなというところですね。はい。で、次に入札単価と予算に制限を設定するというふうにあります。先ほどちょっと画面を出させていただいたときにもしかするとお気づきになったかもしれないですけれども、入札単価と予算をですね、何パーセント上げるというふうなパーセンテージを入れる、枠の隣にですね、マックスとミニマムの金額を入れる枠があるんですね。で、そうするとパーセンテージで上げるっていうふうな処理が走ったとしても最大値がその最大最小がですね、その制限値を設定したところを、上回るもしくは下回ることはないです。なので、過度に高くあるいは低くならないようにこの上限値下限値っていうのをうまく設定することで、ある種リスクの回避にはなります。次ですね、クリック率だけを基準に入札単価を変更しない。これもアドワーズ今運用されている方でしたら結構当たり前にもう感じている方かなというふうには思います。で、クリック率がもしクリック率だけをですね、計算計あの入札単価に影響するようにルールを設定してしまうと、仮に、クリック率が低い場合に入札単価を下げるような動きがルールとしてできちゃった場合にですね、これ完全に悪循環ですね。クリック率が低い、入札単価下げる、もうこれ永遠にどん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 下がっていくというような形になりますので、それこれ逆ですよね。ちょっと強気で入札単価を上げて、で、クリック、掲載順位が上がり、で、クリック率が上がると、品質スコアが上がって結果的には、入札単価が下がっていくというふうなそういう形が好循環かと思うんで、そういった形にうまく回るように下手なルールは設定しないようにしましょうというふうなことです。はい。で、次4番目がですね、毎日適用の入札単価ルールは、注意して変更ルールは注意して利用しましょうというふうなところですね。で、これ毎日適用の、ルールではデータの使用期間を前日に設定しましょうというふうに、書かせていただいています。これデータの使用期間というのは何かというと、要は何パーセント変化すると言ったときに、その何パーセントというのは何を基準に、判断をするかというふうな、その何て言うんですかね、判断の材料とするそのデータの期間のことを言ってます。なので、基本的に前日をある種、基準に、5% 変更というふうなところを、やっていくのが、変化をですね、大幅な無理やりな変化にならないように、設定をするといったところが、こちらの、言っていることになります。で、最後5番目ですね、指導管理が必要な特定のキーワードは除外設定をするというところです。これも画面でですね、もしかするとご覧になった方、気づかれた方いらっしゃったかもしれないですけども、条件っていうふうな項目が実はあるんですね。で、条件というふうな項目をクリックすると、こういろんな条件を達せていけます。で、そうですね、キーワードが、例えば特定のキーワードがだけはですね、含まないっていうふうな設定をすると、基本的に今走っているキャンペーンすべてがこの自動化ルールで動かしつつも、ある特定のキャンペーン、ある特定のキーワードだけは、この自動化ルールが動かないというふうな、その対象外とすると、で、人間がウォッチしますよというふうな、ことが、できるように、なってます。なので、そういったちょっと危険なというかですね、ちょっと注意深く見守る必要があるようなものがあればですね、こちらで、条件にキーワードに含まないというところで設定していただければなというふうに思っています。はい。で、活用例ですね、実際にちょっと私がお話しさせていただいたいくつかのお客様の例で、こんな使い方されてますよというふうなのを、
非常に簡単ですけれども、ご紹介をしたいと思います。これ転職情報の紹介サイトさんですね。で、転職情報ってやっぱり、最も効果が高いのはですね、金曜日から週末なんですね。で、普通考えて平日の朝の月曜日のですね、ど頭からですね、俺転職しようかなと思ったりは、普通あんま考えないと思うんですよ。もうちょっと真面目に仕事しましょうというふうな、ところだと思うんですね。はい。なので、平日は、皆さん、頑張って仕事されてですね、若干こうくすぶりながらも、金曜日になると、やっぱちょっと俺なんかちょっと考えようかなみたいな、こう週末、これ遊びの予定も何もなかったりとかするとですね、いろいろこう悩んじゃったり考えちゃったりとかしてですね、転職サイトを見ると。で、そうすると、クリックレートもコマージョレートも高くなってしまうと。で、明らかにこれ、そうすると金曜日の夜中からですね、週末休日が明らかに高くなるので、これ担当者泣かせといえば担当者泣かせですね。効果が高いときに自分は休めないというふうなことになりますので、ここは自動化ルールを積極的に活用して、この金曜日の夜中から週末にかけてというところで、予算と入札をですね、こう自動的に調整をするというふうなことを、積極的にご利用いただいているというお客様もいらっしゃいます。で、それから、2番目ですね、結婚情報サービス。これも多分同じですね。週末の夕方から、夜間が混むのが高い。これも理由も完全に同じだと思います。で、私もですね、経験はあるんですけども、何にも予定がなくてですね、もう彼女もいないときに、日曜日の夜、この週末も何も誰とも会わずに過ごしちゃったなぁなんて思ったときにですね、きっとこれ結婚情報サービスのサイトのリンクが広告で出てきたら、ついクリックしてしまうなんてことは、ありますね。ありますね。はい。で、こういったことでコンバージョンレートも高くなるので、ここも週末夕方から夜間ということを狙っていくというのが、積極的に活用されているような一つの例になります。あとは、これも典型例だと思うんですけども、家電のですね、e コマースサイトで、メーカーが新製品が発表と。で、新製品発表したその時間ですとか、もしくは、会社さんによっては何時からしか売り始めないとかですね、そういった取り決めを、結構強固にされているような会社さんもあると思います。で、そうするとその時間にぴったりにさっと出すと。これ予約商品って結構、利益率は高いですよね。どうしてもこう、販売してしまうと、販売が開始してしまって普通にリリースしちゃうと、本当にあとはいかに価格安くするかみたいな、安さ競争みたいなところにやっぱり陥ってしまうので、むしろその予約販売をいかにクイックにやって、かつ取り決めの中で時間を守ってスタートするかっていうと、もう1分1秒でもぴったりのその時間にさっとここで出したいというのが、あると思います。で、そういったものをぴったりとスタートさせるために、この時間をですね、設定をして、出していくというふうなことになろうかなと思います。はい。でですね、自動化ルールの参考情報ということで、アドワーズのヘルプページに、こういったものが、出ています。はい。こちらをですね、ぜひご覧になっていただければなというふうに思います。最後にですね、AdWords スクリプトということで、ご紹介をしていきたいと思います。これブログをご覧になった方はいらっしゃいますかね、いらっしゃいますかねって今これ電話で呼びかけても、普通のセミナーと違って手が上がっているような状況が見れないんでですね、なかなかちょっともどかしい部分はありますけれども、はい、きっと皆さん電話の向こうでうなずいていただけるところかなというふうに思いながら、ご説明を続けて、行かせていただきたいと思います。はい。で、AdWords スクリプト、これ、スクリプトというふうな、名前を書いている通りですね、先ほど、ご紹介をした自動化ルールみたいな、自動的にこう動かすような、ロジックをですね、なんと JavaScript で書けますと。で、JavaScript でプログラム的に書くもんですから、いろんなデータを読み込んで、そのデータによって変更するというようなことが、できるようになっています。で、連携なので、外部データを取り込んで変更することもできますし、実際、AdWords アカウントの中の情報っていうのを、外に書き出す。最もよくある例は、その Google スプレッドシートに書き出していくというふうな、例なんですけども、
それに基づいて、まあ、Google スプレッドシートでレポートとグラフなど、作成できますというふうなことですね。はい。今、Q&A でですね、ブログ拝見しましたとかですね、いや、見てませんとかで、反応いただいてるんで、非常にこう、インターネット越しにこんだけインタラクティブにセミナーできてるのが非常にこう楽しく思います。ありがとうございます。はい。で、次ですね、これ画面を少しスクリーンショット貼らせていただいています。これ今、AdWords Script の機能自体はですね、今は特定の申し込みをいただいたお客様にのみ出させていただいています。で、まあ、機能がオンになっているような申し込みいただいたお客様はですね、この、まあ、画面の AdWords の管理画面の中にですね、こういったスクリプトを書けるような、画面が出てくるんですね。はい。で、まあ、プログラムを書いたことがあるようなお客様ですと、まあ、馴染みのあるような画面かと思うんですけども、まあ、こういったスクリプトを書いて、結構見やすく、自動的にコマンドには色がついてですね、確認ができるような、結構高機能な、プログラムエディターになってますんで、使いやすく、できるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ、先ほど申し上げた通り、現在は、あらかじめ利用申請をいただいているのが、まあ、前提で、まあ、ただ、今後、まあ、ちょっと数週間という予定ではあるんですけど、もしかするともうちょっと長くなるかもしれません。その際はご勘弁いただければと思うんですけれども、予定ではですね、もうすべての広告主の皆様にこの機能が使えるようになるというのはもう予定としては立ってます。はい。で、時間だけの問題というふうにご理解いただければなというふうに思います。で、特徴としてはその外部のデータとうまく連携ができるというようなところが特徴になりますので、Google スプレッドシートとか、これは URL フェッチャーっていうふうに書いてますけれども、例えば外部のサイトの RSS のデータを読み込んだりとか、そういったことはできるんですね。で、面白い例で言えば、例えば天気予報サイトの情報を読み込んで、明日晴れだったらビット上げるといったことが、まあ、できたり、もしくは、そうですね、Twitter の書き込みを、まあ、読んどいて、ある特定の文字列が含まれている書き込みがあったら、まあ、ビットを上げる。ちょっと考えにくいですけどね。実際の本当のリアルな画面考えると難しいんですけど、まあ、例えばそういったことができるようになるのが、この機能のちょっと面白さの部分です。はい。で、まあ、この、プログラムといっても、その AdWords の管理画面の中で全部動作をしてしまうんでですね、まあ、これ大体さんの中ではこう AdWords API をまあ使って実際にもうアプリケーションを独自のアプリケーションを作って動かしてますよって方いらっしゃるかもしれないです。まあ、その場合結構大変だったと思うんですね。アプリケーション自分でまあ作られて開発されて、かつそのサーバー動作環境も全部用意をされて、まあ、それで実行するというふうな形なんで、結構大掛かりな仕組み、もちろんそれだけ柔軟に開発ができるんでですね、それだけメリットも大きいかと思うんですけれども、まあ、大掛かりな仕組みになってきますので、まあ、それとは違ってこの AdWords スクリプトを使うと、そういったサーバーの用意というのも特に必要がございません。このインフラストラクチャーの中でですね、スクリプトを書けば自動動作していくというふうな仕組みになっています。はい。で、どういった活用例があるかというふうなところで、まあ、ちょっとざっくりとお挙げさせていただいていますけれども、例えば、昨日インプレッション数が最も高かった上位20個のキーワードというのを、まあ、出力をするというふうなやり方、で、例えば Google スプレッドシートに非別のレポートというのをエクスポートして、もう画面ではなくスプレッドシートで見てしまうと。で、スプレッドシートでグラフをですね、設定しておけば自動的にグラフまで出るとですね。はい。で、Google スプレッドシートにキーワードの品質スコア及び掲載順位別のパフォーマンスレポートを出力するというところですね。これも普通のレポートだったら、やっぱりこのキーワードの品質スコア別に、どのくらいのパフォーマンスが出ているかなとか、例えば品質スコア5のキーワードだと、まあ、掃除で見るとどのくらいパフォーマンスが上がっているかなみたいなのって、結構見る方は分析で見られていると思うんですけども、当然その管理画面の出力項目としてはないと思うんですね。まあ、これをそのスプレッドシートにポンと吐き出しておいて、スプレッドシートで見ていくと。で、それから、4番目が、これちょっと先ほど簡単に申し上げた天気予報サイトとの連携ですね。はい。天気予報情報を取得をして、予報が晴れなら、入札単価を引き上げると。で、それから、ツイッターの例ですね。これも特定の文字列を含むツイートを発見すると、入札単価を上げるというふうな、はい。こういったことも、まあ、仕組みとしてはできる
ようになっています。はい。で、これは例としてのプログラムをですね、ちょっとこれ画面に貼らせていただいています。非常に簡単です、記載としては。はい、JavaScript をですね、ちょっと今抱えてたことがある方であれば、なんとなく、あ、こういうふうな動きしてるかなみたいなのはちょっと見ていただけるかなというふうに思います。で、こちらの下の方に記載させていただいているですね、developers.google.com のこのサイトに完全に動くこのスクリプトがですね、丸々掲載をされています。なのでもうこれは本当にコピーペーストで貼り付けるだけで、このプログラム実際動きますので、そういった形でまずは特化回答してですね、ご利用いただいてもよろしいかなというふうに思います。はい。で、次の例がですね、先ほど例で挙げていたところの3番目ですかね、スプレッドシートにキーワードの品質スコア別の、および掲載順位別のパフォーマンスレポートを出力するというところですね。これは出力イメージを今スクリーンショットで貼らせていただいています。クオリティスコアが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あって、このスコアごとに実際にインプレッションがどうだったか、キーワードがまずどれくらいあるかとか、はい、でインプレッションがどれくらいなのかとか、でクリックが何なのかとか、はい、でコストがどうだといったところ、これは結構分析やられる方、オプティマイズやられる方なんかはね、これはもう一つこういった数字っていうのは指標にして、これで言うと多分4とか5ぐらいの、クオリティスコアのキーワードをですね、ちょっとビット上げて、クリックされるように持っていってっていったことをですね、やる場合もあるかなというふうに、はい、思います。はい。で、こういったものをですね、掲載を、こういったものをその出力をするプログラムっていうのも先ほど申し上げたようにこのデベロッパーサイトのですね、方に思いっきり動作するプログラムが掲載をされていますので、こちらをコピーペーストして実行するだけでもまずは使っていただけるかなというふうに、はい、思います。はい。で、会社向けのサイトですね、サンプルスクリプトといったところが、こちらのサイトにあります。で、利用申請フォームもこちらの方からアクセスができます。インサイドワードワーズブログ拝見していただいた方、ご覧になっていただいた方はですね、そちらの方にもリンクありますので、そちらから申請フォームを見ていただいてもよろしいかなというふうに思います。申請のフォームがですね、ちょっと残念ながら英語で、またその記載もちょっと英語で、今全世界から申請を受け付けてますから、直接そのエンジニアのチームの方にですね、ちょっと申請が行くものですから英語になりますけれども、その点ちょっとご理解いただければなというふうに思います。はい。ということで、本日のまとめ3ポイントです。AdWords エディターと、それから自動化ルールと、それから最後に AdWords スクリプトのご紹介をさせていただきました。はい。で、それぞれ特徴のある機能ツール、ですし、ただ積極的にですね、ご利用いただければそれだけ効果も出てくるようなツールかと思いますので、ぜひとも、うまくですね、ちょっとご利用していただければなというふうに思っております。はい。で、これで今日のセッション大体は、終了に、なります。で、いただいたその Q&A をですね、これから次最後に回答をご紹介していただこうと思うんですけれども、その前にちょっと回答の準備を若干させていただきたいと思いますので、その間にですね、この今日の、セッションのですね、アンケートを、感想のアンケートをですね、ポップアップで表示がされます。ですので、アンケートぜひともちょっとご協力を、お願いできればなというふうに思います。それをちょっと1、2分ですかね、ちょっと書いていただいて、Q&A のセッションに入りたいと思います。はい、よろしくお願いします。
では Q&A のセッションに入りたいと思います。はい、まずいただいている、質問ですね。はい、AdWords スクリプトについてですが、この機能は現在 AdWords に提供されている機能を組み合わせたものができる範囲なのか、それとも現在の機能にない全く新しい機能でこんなものが使えますとやれば、参考程度にお教えいただけますでしょうかというふうな、ご質問をいただいております。はい、基本的にはですね、これは AdWords のに対して触れる機能というのは、これはあくまでも現在の AdWords の機能のみになります。まあ、ただ、外部のデータと連携ができるといったところが、まあ、一つ違うところではありますので、まあ、そういった点で、その外部のデータとの連携というのが、まあ、ある種特徴づける、ポイントになろうかなというふうに、思います。なので、まあ、そこをこういかに、なんていうんですかね、組み合わせるかどうかというふうなところではありますが、まあ、もうすごく高度にですね、いろんなデータとこう組み合わせることっていうのが、できるわけではないので、まあ、あくまでもその、なんていうんですかね、自動化ルールの、まあ、さらにちょっと延長版みたいな形で感覚としては思っておいていただくのが、まあ、よろしいかなというふうに、思います。はい。よろしいでしょうかね。はい。では、次のご質問に行きます。はい。スクリプトの簡易版を、管理画面で、ウィザード形式で使用できるようにするような計画がありますかと。ウィザードで、スクリプトを書くんじゃなくて、ウィザード形式で、どんどんこう、まあ、作っていくっていうふうな、形のことを、まあ、させていただいているかなというふうに思います。そうですね。よく、開発ツールとかだと、コードを自動で、生成するような機能っていうのも、まあ、ありますんでね、そういったことをちょっとさせていただくのかなというふうには思いますが、残念ながら今のところはですね、その計画はないです。はい。まあ、面白いアイデアだと思いますので、これは開発のエンジニアの方にはですね、ぜひちょっとフィードバックをさせていただきたいなというふうに、思います。はい。次のご質問で、自動化ルールのところですね。指定日に、広告を、まあ、日付によってですね、ごめんなさい、日付によって、自動化ルールを設定することは可能でしょうかというふうな、質問をいただいています。はい。これ可能です。で、日付ですね、日付を例えば6月、まあ、29日とか、指定をすることはできます。まあ、ただ、これ設定するときにですね、毎日毎月とかって頻度っていうふうな項目で、選んでいくことにはなるんですけれども、そのときに、まあ、1回限りというふうな、設定ができるところがありますので、その1回限りというふうなところを押していただくと、日付の枠が出てくるんですね。で、そこに日付を入れて、まあ、時間を指定して、設定するというふうな形になります。はい。なので、まあ、ちょっとこう毎週自動的にとかっていうふうなルーティンの仕事ではなくなって、まあ、1回限りある日付になったらオンっていうふうな形にはなるんですけれども、まあ、そういった日付によって設定することは、はい、可能になっています。はい。それからですね、はい、次のご質問で、はい、そうですね。はい、ですね、まあ、広告原稿の自動化といったところで、まあ、土日に送料無料を含む広告を掲載するときにですね、同時に、それ以外の今掲載中の広告を全部、まあ、停止するといった設定は可能でしょうかというふうな、ところですね。こちら、はい、これちょっと条件をどのように設定するかというところをうまく設定する必要があるかと思うんですけれども、これは可能です。はい。で、まずですね、そうですね、時間を若干こうずらすような設定を、まあ、することになるかなと思うんですけれども、今現在走っている広告を、そうですね、あらかじめパシッと止めちゃうと一時的に一回止まっちゃうので、それは嫌ですよね。ごめんなさい。そうすると、送料無料の広告をオンにしました。で、その直後に、送料無料と書いてある広告以外の広告を止めるというふうな処理を、まあ、行うことはできるかなと思うんですね。はい。
そういったことを、やることで、自動化ルールを設定するときに条件っていうのを、指定を、できるというふうに簡単に、ご紹介を差し上げたと思うんですけども、条件の指定をですね、うまく設定していただくことで、対象とする広告をですね、コントロールをして、止めていくというふうなことが、できるようになるんじゃないかなというふうに思いますので、そういったものも、うまくこう条件として使っていただければ、ある程度、ご希望に沿った形のコントロールができるようになるんじゃないかなというふうに思います。はい。すみません。ちょっとたくさんちょっとご質問いただいてはいたんですけれども、ちょっと時間的にですね、ちょうど1時間、過ぎたところになりましたので、こちらで一旦セッション終了させていただこうと思います。はい。またご質問、こういった形でですね、今日お話しさせていただいた、アドバーズデータ自動化ルール、それからアドバーズスクリプトについて、ご質問ございましたらですね、何なりと当社の、電話のサポートの窓口でも結構ですし、日頃お付き合いさせていただいている営業の担当がいる場合にはですね、営業の担当までご連絡差し上げて、ご連絡をいただければなというふうに思います。その際、こういったセッションで、話を聞いたんだけどみたいなことを一言いただければですね、私もバックサポートをさせていただきたいと思いますので、何なりとご連絡をいただければというふうに思います。はい。どうも、本日は、1時間、今日ですね、ご参加いただきまして、どうもありがとうございました。こちらでセッション終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。